グランドジャンクションは、アメリカ合衆国コロラド州のメサ軍にある都市であり、同軍の軍庁所在地である。州都デンバー市の西南西247マイルにあり、西コロラドでは人口最大、州内では第15位の都市である。2010年国勢調査で、の人口は58,566人だった。グリーン川と大陸分水海の間では、 商業と交通の中心になっている。グランドジャンクション大都市圏の主要都市であり、都市圏の人口は2010年で146,723人だった。コロラド側に南からガニソン川が合流するところにある。名前のグランドは昔のグランド川に由来し、1921年にコロラド川上流に改名された。ジャンクションは コロラド川とガニソン川が合流するところを意味している。これによって川の都市というニックネームもある。グランドバレーと呼ばれる長さ30マイルのアーチ状のバレー中間近くに位置し果物の産地である。昔はユト族インディアンが領地にしていたが、1880年代に白人農夫が入ってきた。近年いくつかのワイン醸造所が設立されてきた。 特徴ある谷とメサの連続であるコロラド国定記念物が市の西から見下ろしており、地域の大半はアメリカ合衆国土地管理局が管理する公有地に囲まれている。ブック断崖はよく目立つ連続した崖であり、グランドバレーの北側境界になっている。週間高速道路70号線が東のグレンウッドスプリングス市やデンバー市、西のユタ州、グリーンリバー市や、 ソルトレイクシティをつないでいる。さらにその先は、週刊高速道路15号線で、ネバダ州ラスベガスに通じている。グランドジャンクションに近い週刊高速道路70号線のマック、出口北にカントリージャムランチがある。これは、音楽祭のために建設された、高級的祭事会場であり、1992年以来、毎年開催され、 地域の何万人ものカントリーミュージック愛好者を引き付けているカントリージャムなどが開催されている。グランドジャンクションは北緯39度03分53秒整形108度33分52秒、北緯39.06472度整形108.56444度、39.06472-108.56444に位置している。標高は 約4597フィートあり、ハイデザートと呼ばれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は38.6平方マイルであり、このうち陸地38.2平方マイル、水域は0.39平方マイルで、水域率は0.87%である。グランドジャイクション市の地域は、マウンテンバイクの公的地になってきており、コロラド州のフロントレンジ、 ソルトレークシティ地域、さらにはカリフォルニア州から多くのマウンテンバイク愛好者が地域にやってきて豊富な単車線バイク道を楽しんでいる。著名なバイク道としてタベグアッシュトレールやココペリトレールがあり、ココペリトレールは州内ロマの近くからユタ州モアブまで通じている。西にあるフルータとその18の 道路トレール体系はグランドジャンクションから10マイル以内にあり特にマウンテンバイク愛好者に人気のある地域となっているグランドジャンクションから北を望む2011年1月グランドジャンクション中心街地域は乾燥気候にあり乾燥気候にほぼ入る領域にある西コロラドの大きなハイデザートに入っている冬は寒く乾燥し1月の平均気温は カシ27.4度である。ロッキー山脈より西にあることから、中の他部分のように血抜く風の影響を受けにくいが、ロッキー山脈の東に入る北極気団からは守られている。このことは12月から2月までで最高気温がカシ50度を超える日が18日しかないことに現れている。気温がカシ0度を下回るのは年間3.6日ある。降雪は 中の他地域に比較して少なく、年平均19.1インチであり、1893年以降で1日10インチ、降ったのが1回だけある。中央値は年6.3インチであり、積雪は完結的である。12月と1月の降雪が多い。春の訪れはゆるりだが、6月に近づくと早くなる。最終凍結日の平均は4月24日である。 夏は暑く乾燥し、7月の平均気温は、下肢78.2度となる。下肢90度を超える日は年平均64.5日、ある。下肢100度を超える日は、平均6.5日である。秋は、急速に涼しくなり、最初に凍結する日は平均で10月15日である。年間平均降水量は9.42インチと、少なく、季節による変化は小さい。 日照は豊富であり冬でも多い。年間3200時間以上の日照があり、可能な時間の73%に相当している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブック弾外とガーフィールド山1880年代に開拓者が入ってきた時から1960年代まで、地域の主要経済活動は農業と牧畜業だった。 小売業が次第に重要性を増し、また、ウラン工業に関わる活動も重要になった。市内には、アメリカ原子力エネルギー委員会に、ウラン鉱石を供給したクライマックスウラニウムミルがあったが、現在は廃校になった。教育と医療も重要になってきており、特に1950年代からは、コロラドメサ大学とセントメアリー病院が主要な雇用種となった。 パイシアンスボンチのパラシュート近くに広大なオイルシェールが埋蔵していることが知られている。1970年代の石油金油とガスの高価格によってこの地域に金融界の関心が高まった。エクソンモービルが最高権を取得し、グランドジャンクションに創業拠点を置いた。グランドジャンクションと周辺のグランドバレーは1970年代と1980年代初期に、 オイルシェールの開発が進んで繁栄した。アメリカ合衆国、特に西コロラドは世界でも最大級のオイルシェールの集積があり、推計では石油換算で800ギガバレルとなっている。これは今後110年間の国内需要に対応できる量である。燃える石とも呼ばれるシェールは採掘して石油に、 生成される。ただし、過去には石油に比べてコストが高かった。しかし、石油価格が一番荒れるあたり95ドル以上であれば、経済的な抽出が可能となってくる。エクソンモービルは、石油価格の低下のために、地域からの引き上げを余儀なくされ、地域経済にとっては苦難の時となった。ブラックサンディと呼ばれる経済強行で、エクソン社長から当時コロラド州知事の リチャード・ダグラス・スラムに電話があり、不経済な石油に対する採掘権を保持しながらエクソンは損失を切り捨てると伝えた。エクソンは州内で50億ドル以上を投資していたので、経済強行は州全体に広がった。コロラド州の歴史家、トマス・ノエルは、それが絶対的な転換点であり、我々は公共不況の波があることを思い出させられた。 1893年の銀崩壊につながるものがあったと述べていた。2008年までにグランドジャイクション経済は過去数十年間よりも多様で安定したものになったと考えられる。経済の主要な推進要素は医療、観光、農業、牧畜、エネルギー工業である。主要なエネルギー会社が再度大量の金を投資した。これは石油と 天然ガスの価格が上がったからだった。しかし、2008年夏に天然ガス市場における大きな価格低下によって、地域ではガス掘削量が減り、関連する資本支出が減って、2009年、グランドジャンクション経済が著しく鈍化した。2009年の報告書では、グランドジャンクションが再度経済的に大きな打撃を受けたことを示唆し、2008年、 グランドジャンクションは民間ジェット旅行のための国内のエリートビジネスマンやヨカ旅行者によって近くのパウダーホーンリゾートやその他スキー場とともに大きな魅力ある地として発見された。グランドジャイクション市の2011年包括的財務報告書によれば市内の主要雇用主は次の通りである。グランドジャイクション市役所西コロラド博物館、スターリング、 T. スミス教育とメサグンバレー教育学第51が包括的な初等中等教育を行っている。高校は高校ある。さらに多くの小中学校やその他の学校もある。西コロラドコミュニティカレッジと共同でコロラドメサ大学が所有運営する職業訓練校を運営している。コロラドメサ大学は公立4年生教養系大学であり、 グランドジャンクション中央にあるキャンパスからロッキー山脈西斜面で高等教育を中心となって行っている。平均学生数は9000人弱であり、経営収支、教育指導者など様々な学位を提供している。特に科学、芸術、音楽、看護学、運動生理学が得意分野である。グランドジャンクションのコロラド国定記念物はその特徴ある景色のために、 ガツのツアーとも呼ばれるクアーズクラシックの舞台になっていた。1958年から10個ワールドシリーズがサプリチオフィールドで開催されている。コロラドロッキーズ参加でパイオニア野球リーグに属するマイナーリーグ野球チームがワイオミング州から移転してサプリチオフィールドを使っておりグランドジャンクションロッキーズと呼ばれている。サプリチオフィールドに隣接してストッカースタジアムがあり。 セミプロのアメリカンフットボールチーム、グランドジャンクショングラディエーターズが使用している。サプリチオフィールドとストッカースタジアムでは、コロラドメサ大学やメサグーンバレー教育学区第51のスポーツ行事も開催されている。グランドジャンクション地域空港が、地域の主要空港となっている。グランドジャンクションの北、ホライズンドライブ沿いにある。2011年時点で、デンバー、ソルトレークシティ、 ラスベガス、ダラス、フェニックス、ロサンゼルス、ヒューストンへの便が往復している。グランドジャンクションのアムトラック駅全国的旅客、輸送鉄道であるアムトラックがカリフォルニアゼファー列車を運行し、グランドジャンクション駅に停車している。この列車は東のシカゴと西のカリフォルニア州、エメリービル、さらに湾を渡ってサンフランシスコとをつないでいる。グランドバレー交通が 地域の公共交通を担当している。バス路線は11あり、またダイヤルアライドサービスも行っている。グランドジャンクションは、雑誌、アウトドアライフの2012年国内量と釣りの、マチベスト35の中で、第6位、雑誌、フォーブスの2012年ビジネスとキャリアのために、小さな場所の中で、第12位、ニューヨークタイムズの2011年自然災害を避ける。 ために住む場所リストで第5位 TOURISM-REVIEW.com の2009年国内日照の多い都市8ケツの第7位に挙げられていたグランドジャンクションで聴取できるラジオは FM21 曲、FM AM5 曲がある。テレビは CBS、NBC、ABC、FOX 放送の系列局がある。市内では 日刊誌のデイリーセンティネルとグランドジャンクションフリープレスの2誌が発行されている。デンバーポストのようなフロントレンジの新聞の影響も受けている。中心街には歴史あるアバロン劇場があり、映画を上映したり、皇帝ペンギンのようなドキュメンタリーからアルヤンコビック、ウィルコ、コルビーキャレー、クリス・アイザック、ブライアン・リーガンなどの生演奏までが行われている。 ありがとうございます。